ドラムジー男爵は、イギリスの男爵、貴族、連合王国貴族爵位、女王即位50周年女爵の7男爵家の一つ。なお、フェローズ家にはこの爵位以外に保持するものはない。ラムジー・アビードラムジー男爵家の旧邸宅。初代男爵以来の住まいだったが、四大男爵が1931年に売却。以降、一族は、アボッツ・リプトンホールに今日移した。 43年にわたり、庶民院に在籍した、保守党の政治家、エドワード・フェローズは、最晩年にあたる1887年7月8日に、連合王国貴族として、ハンティンドン州ラムジー・アビーにおけるドラムジー男爵に除された。初代男爵の死後は、その長男ウィリアムが爵位を承継した。彼は、ソールズベリー内閣下においては、自重たる議員を務めている。なお、 ウィリアムの弟、エールウィンも、父兄と同様に保守党の政治家として活動し、1921年に、エールウィン男爵に助爵されている。二大男爵には、息子コールソンがいたが第一次世界大戦で戦死した、ため、孫にあたるエールウィンが爵位を相続した。三代男爵、エールウィンは、ハンティンドーシャー党官に在職したほか、 開祖後のハンティンドン・ピーター・バラ党官職も引き続いて務めている。元頭主である四代男爵ジョンはその息子である。一族の邸宅はケンブリッジシャー州アボッツ・リプトン近郊のアボッツ・リプトンホール。かつての邸宅には同州ラムジーに所在したラムジー・アビーがあった。法廷推定相続人は元頭主の息子であるフレデリック・ジョン・フェローズかか。ありがとうございます。